一番大事なのはやっぱり骨格ですかね。体のバランス、まあデッサンがやっぱ気になる、まあ、絵描きなんでやっぱりデッサンが気になります。でもよくできてると思いますんで、あのいいと思いますけど、はい。3体ともその髪型とか、あの髪の色とか、目つきとか絵のイメージに近い印象があって、僕のイメージする絵を具現化してもらってる感じはすごく感じましたね。でその僕が背景に使ってるあの仏像とかね、まあ、造形物みたいなの絵でもう描いてましたけど、それをまた立体にしてもらって、あの土台とかに使ってもらったりとか、ああいうのはやっぱ世界観があのちゃんと伝わってよかったと思います。なんかユリアがなんかこの色っぽいですね、なんかね。こちらはこちらであのカラーの僕の絵のイメージを再現されてるっていうか、そこがすごく良かったですね。で僕は結構やっぱり青と紫にが好きで、あの頃よく使ってたんですけど、まあ、青にもいろんな青があって、カラーインク のコバルトブルーを結構多用して使ってたんですよね。それとあと紫とかスカーレットとかそういうのをあのレイヤーかけて描いてたんですけどね。それを結構鮮やかに再現されてるのはよく見てもらってるなっていうのはすごく感心したとこですね、はい。ユリアの髪の毛も段階的に塗られて て黒なんだけど、この塊で描くときにこうふわっと感が出るような、黒から紫にこう柔らかさをグラデーションで表してとか、ブーツなんかもちょっと色がこう変わっていく感じで、素材感とあのアート感っていうんですか、その見事再現されてるなっていう、それはすごく感心してますね。感心してるっていうか感銘を受けてるっていうか。でポーズも僕が描いた絵のに近いところからまた作り直されてて、また新たな世界観が出てて、そういうところもすごく嬉しいですね、うん。これは置いときたいなと思える感じの佇まいですね。あの初期の頃のイメージもあるし、後半のイメージもちゃんとこうミックスされてて、とってもなんかこう素敵な具現化してもらえてるっていうのがいいと思いますね。愛の曲線、なと思いました、まあ、南斗と北斗の、まあ、愛なんで、それがちょうど合うかなって思いました。僕もこれ拝見してやっぱ部屋に置きたいなと思いましたので、なんか皆さんにも置いてもらいたいし、僕のやっぱ世界観も本当に見事に再現されてるんで、まあ、皆さんにも、まあ、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいなと思います。今年僕も北斗の拳も40周年その記念にもなる年なので、原画展もありますので、そちらも一緒に楽しみにしてもらえたら嬉しいなと思います。